え今回 YouTube について一人でちょっと喋っていこうと思います。巻き当たりばったりで喋りますね。YouTube っていうのは、僕の中ではね、自分が YouTube を始める前はあの、テレビではできないことが YouTube ではできるっていう、なんか自由地帯みたいな、無法地帯、まあ、ある意味、ね、もちろんね、最低限のモラルとか、でまあ、道徳は守る、守った上でやれるのが YouTube だと思っていたんですよね。例えば、まあ、差別問題とか、まあ、宗教問題とか、テレビじゃない。 あの絶対できないようなことをその YouTube ならできるだネットってま,まだそ,のそこまで厳しくなってないんだなっていうのがあって、まあ、YouTube 見てたりとか、まあ、自分が始めたりしたんですよねでも YouTube も本当にもう日に日にテレビと同じように厳しくなってきて、まあ、それだったらまだ、まあ、いいと思うんですよ、まあ、厳しくすることが、まあ、よしっていう風潮だから まあそうなってるわけじゃないですか、テレビに伴って。でも、恐ろしいことに、まあ、YouTube 見てる人は聞いたことあると思うんですけど、ここ数ヶ月でガクンとあの収益があの減りました、あの広告単価が。まあ、約半分ですね。今まで、うん、1万円稼げてたものが5000円になっちゃう、半分、恐ろしいことですよ。あなたの,あの給料、月,月給、まあ、会社通買ってる人がほとんどだと思うんですけど、半分になるってきつくないですか。<laughs> でもね、物価で、ね、バンバン上がっているってね。だから僕もその、でよくさ、あの誰々さんがもうおわこになったとか、もう食えなくなったとか、もうバブル終わったとか言うじゃないですか、有名な人たち。当然そうじゃない、全員の YouTuber が同じみにあって、半分なっちゃってるんだよね、その、もらえる収益が。まあ、広告単価が下がったってことで。まあ、それでま YouTube、やればやるほど、その、まあ、時間的にね、その、 ルールが厳しくなったりさらにその、ね、ギャラも下がったりとかして、まあ、つまんなくなっちゃったんだよねこればっかりはもうあのよくダウンタウンのまっちゃんがもうバラエティはもう何もできないとかもうねつ,つまんないとかこれからの芸人さんたちは俺らがピークの時と比べてね既成の中でやって大変だとか言うのと同時にあの同じで、ね、YouTube もそうなのかなって って思いますだからつまんなくなっちゃうんだよね、YouTube も。まあ、つまんなくなってきてるっていうのがまあ答えかなと思うんでね。だからまあ光のさ、例えば祭り口とかああいうのも、もしかしたらだけど今だったらあの引っかかっちゃうかもしれないんだよね。あの時は良くても、ぼったくりバーとかね、闇系とかもね、ちょっと際どいんじゃないみたいな。だからその時と今でまあ、状況が違うってことなんですよね。だから YouTube も本当つまんなくなっているし、 今まであ YouTuber でそのやる気あった人がやる気なくなってるんだよね。それはまあ、あの、うん、長くやってる YouTuber を見てればわかると思うんだけど、なくなってきてる人が多いと思います。まあ、それはまあ、コンプライアンスが厳しくなったりとか、まあ、面白いことをするっていうのは常識から逸れたことをするわけじゃないですか。それが不謹慎だとか、ひ,ひどいんじゃないかとか、批判を受けるんだよね。アアシげ足されちゃう。それでまあ、 常識からね、あのそれたことをやんのが、まあ演者側は、あのよしと思ってやるんだけど、本当に叩かれてしまって苦しんで悩んでしまうっていう人が多いんだよね、きっとね。だから、遠藤チャンネルとかさ、あれもある意味だから、志村けんの変なおじさんと一緒でさ、ね、変なおじさんってさ、あのあ,あやってね、普通のおじさんと違うから面白いわけで、遠藤チャンネルとか、ナイスたちだとかもね、なんか逆張りっつってさ、あの非常識な。 常識的ななことをやるかから面白かったわけじゃないですかでもそれももうなしだよねってなってほんとつまんなくなってやる気なくなる人が多いんだよね。まあ、自分ももしかしたらそうかもしれないんですよね。だから今 YouTube ねあんま楽しくないしまあ、達成でやってるわけじゃないんだけどうーんって感じなんですよね。だから今収益からてきてまあ何万か入ってくるんですよ。でもまあこれはねちょっと臭いかもしれないけどあの 1000人満たないときはお金になんないんだけど、登録者がね、その時のがなんか情熱を持って、なんかガッツンガッツンやってた時のが、金は入ってこなかったけど、あの幸せだった、すごい不器用で遠回りしたけど、そ,その時のが、なんか気持ちは潤っていた、金は使うばっかだよ、もう <laughs>、うん、本当にもう、あのときネカフェ行ってたから、もう金使って使って、でも全然入ってこないわけよ。 でも、ひたむきになんか不器用にやってたよ。一生懸命ね。で、今ほどね、合理的な、なんか、すべもわかんなかったしね。でも、その時のが楽しくて幸せだった。まあ、今は別に不幸だけじゃないんだけど、っていうのがね、やっぱあるよね。だから人間年取るとさ、感情性も薄くなってきてさ、無駄なことしなくなるじゃん。でも、実は無駄なことをしていた、なんか、バカだったよね、あの時は、って思うような、お金の使い方、時間の使い方、エネルギーの使い方をしてた時のが幸せだった。 ななるじゃないですかってことで、ね、なんか必ずしも合理性とかね、容量欲が幸福とか限らないんだよね。でもやっぱ一番の幸福っていうのはさ、これもちょっと臭いかもしれないけど、人のためにとか、世の中のために頑張る、動く、たとえそれがね、見返りがなくてもね、なんか小さくても弱くても、そういう心構えでなんか生きていく、この YouTube もね、やっていくっていうのがいいとは分かってるけど、まあそれをね、しっかりできるかって言ったら難しいですよねって思います。 以上です。どうもありがとうございました。